あ、お疲れ様です。え、うん、お疲れ様です。いや、あのね、ゆうせくんちょっと連れて行きたいとこあって、はい、ちょっとご同行してくれないかなと思って今ビデオ回してる。そうそう、ちょっとさ、ちょっとゆたかくんそれつけてもらっていい？そういうなんか、ガチじゃん、うん、マジじゃないですか。マジです。似合ってる、似合ってる、いいじゃん、いいじゃん。嬉しないわこれ、似合っても、うん、移動しようかなっていう感じ、うん、水曜日のダウンタウン、クロちゃんじゃないんですけど、まあちょっとクロちゃんではないけど、ちょっとそんなような企画。ちなみにその なんで俺今これされてるの？はい、どうも、ジャッキーです。本日なんですけども、あれから僕たち燃えましたね。燃えましたね。燃えに燃えたあれから1年。あ、そのぐらい経つか。経つんですよ。4月といえば何ですか？本日のピック、誕生日なんです。あ、ありがとうございます。4月14日誕生日ですね。誕生日に何が起きたのかと言いますと、クックスニーカーを買うで炎上してから1年です。おめでとうございます。やっぱあの1年で結構変わったじゃないですか。そうだね、状況って。確かに確かに。で、今回クックにね、もう一度スニーカーを買わせようという企画やっていきたいと思います。大丈夫かよ。いや、結構クックも大丈夫じゃねみたいな感じじゃん。確かに。だから僕たちの関係性はよりね、密になったので、うん、クックを買わせていきたいと思います。クックの大好きなスニーカーショップで買いたいなと思いますよ、はい、これね、分かんないけど多分大丈夫だと思う。まあ、このドッキリをしようって言ったのも、カズム君がね、やりましょうよみたいな、やりたいですみたいなこと言われたんですよ。炎上になるけど、僕が燃えるしかないと。もう燃えかすみたいなとこあるからね。もう燃えかすよ、もういいよ、炭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 。とりあえずカズム君がクックを呼んでいるので、待っていきたいと思います。さあね、待っていきましょう。というわけでですね、スニダンに一応ね、ちょっと取ろうかなみたいな、そうだね、さすがにね、クックの名前を出した瞬間に断られました。あれ、どう思う？いや、俺とかではないよね、多分。そうだね、撮影とかでもないよね。撮影ですか、ちょっと確認取ってきます。クックがここで買うんすよっつったら、あーみたいなになったよね。まあ、もしかしたら普通に YouTuber 的に NG、だから土日だから NG かもしれないし、うん、僕だから NG かもしれないし、まあ分かんないけど、ね、クックだから NG かもしれないので、うん、分かんないですよね。とにかく急遽代打選手。もうありがたいです、本当に。多分大丈夫かなって感じなんで、いや、土日はちょっときついよ、うん、じゃないと来ないからさ、あいつ、いい人なので。まあ他にもスニセカあるじゃん。はいはいはい。スニセカはちょっとね、ちょっと宣伝したくないじゃん。というわけでベースメントへ行こうかなと思います、ね、よっしゃ、じゃあ行きましょうかね。行きましょうかね。はい、よっしゃ。はい、降りて降りて。よいしょ。あ、階段を外させてくれよ。じゃあタクシー乗ってもらってね。この絵シュールだな、すごい。ちゃんとね、シートベルトはしてます、ね、うん、めっちゃ言うや、そんなアピールして、ありがとうございます。ちゃんと彼もしてますよ。うん、はい、はい。これからね、どんな企画かちょっと、まあ、全然ね、予期してないでしょうけど。ここだろ、ほんと。じゃあ行きましょうか、とりあえずね。あんまうるさくないな、うん、行きますよ。怖い怖い、なんか怖い、なんか気配感じる。気配まだまだまだな、とりあえず行こう。なんか壁に近づいてない。まあ一回止まりますかね。とりあえず止めますか、一回。はい、オッケーオッケー。え、待って、それ、いや、始まるとき言ってよ、ちゃんと、うんうん、じゃあ外してもらって。3、2、1。はい、眩しい。え、クック、スニーカー買う。イエーイ。お久しぶりです。お久しぶりです。何やってんすか？釣りしてました。キスとコロンビアのやつね。あれから1年です、はい、炎上して、あれから1年、はい、あ、もう1年か、はい、僕たちの出会いもあれから1年。そうですね。なので、はい、今回はスニーカー買うもまたやっていきたいと思います。またかよ、全然俺嬉しくねえじゃん。で、ねえ、これ今日、俺今日こっちサイドだから。いや、お前、お前らそっち側？あ、ニューヨーク来てる。ニューヨークだもん。もう、え、気づいて、伏線張ってたんだよ。やられた。伏線を張ってたんですけど、あれか、こっちサイドだから。そういうことだったのか、伏線張ってたのね。え、で、なんだっけ、本日のクッキー、スニーカーを買う。ちょっと待って、誕生日なので。あー、なるほど。最近調子乗ってますやん、月収。言わないでよそれ。確かにありますけど、パピー入れますね、まあ、調子乗ってますね。まあ、ここでね、大きくバコーンとね。確かに前回は僕ボコボコに殴られたんで、はいはい、今回もボコボコに殴られてもいいかなって。認めたらボコボコになれる。いや、 俺全然嬉しくねえんだけど、それ。え、でもすごいですよね、1年前と同じ T シャツ着てますよ。そうなんだ。お前もすごい。俺なんでこれ着たんだろう、なんか導かれたね。これで社員怒ると思うけど、うん、スニダンでやろうとしたんですけど、あなたの名前を出したら、ちょっと NG ですって言われました。さすがにな。え、じゃあ何、これサプライズでもなんでもないの？嫌がる機会が取れてる。嫌がる。よいしょ。はい、じゃあ買っていきましょうよ。買っていきましょうよ。誕生日です。
いやでも俺が俺に買うんですよね。これはそうっすよ。またこれか。誕生日なんで。なんで俺すっげえ楽しみにしてたのよ。17万6千円。最近これ上がってますからね。1年後売ればプラスになるかも。なんで売るんですか。知らない。天神さんに前回買わされたあのエアホース全然上がってないですから、ね、全然上がってない。まだ1年経ってまだ損してるわ。まあまあまあ、あるじゃないですかこれ。でもチェリーダンクはここにかなりの在庫が増えてるってことですかね。パワーアップしてる。これね、28.5、18万7千ですね。まあでもアメリカではもう円安なんで、多分外国人だと買ってきますよね。ああ、安い。もう全然そのぐらい値段違いますもん。何が欲しいんですか。何が欲しい。あ、出店いいじゃん。18,000。まあでも妥当だったら18,000。この状態ないっすよ今。今月で2424、はい、24万までか。だけになってます。来月もだっていっぱいお金が入るじゃないですか。まあそうですね。ほら今月くらい入る。先月か。めっちゃもらえるやん。高さん来てくれたじゃん。あ、行きました。あん時もまあまあまあこれでな、金稼ぐからなっていう気持ちでやってたでしょ。いや、そんなことはないですけどね。そんなことない。そんな腹黒いあれじゃないですか。めちゃくちゃ炎上しません？いや、まあ炎上してもいいのよ。やらせじゃないっすよ。ガチで。なんで乗ったの？乗ったじゃないんだよ。うん。誘われたんですよ。誘われた？は？向こう発信なんだ。やりたいですっつったら、ケンジさんが協力してくれました。そうですね。そういうことです。はい。今日誰一人としていない。誰一人としていねえわ。喋ってたら意味ないんですよ。僕も10分ですよ、10分。10分時間がないんですよ。そうでしょ。10分で買い物してください。アリマティックいらないです。何何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 13万2千円。まあ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 倍や倍や。そうなんだ。やっぱもう前回と心の余裕が違うっすよね。確かに確かに。なんか切りついてない、なんか余裕って感じ。あの時はクソみたいな。ガチ顔引きつってますもん、マジで。去年結構だって。でも皆さん、こいつもうちょっと嫌がるって言った方がいいですかって言ってましたからね、裏で。あら言ってましたよ。言ってましたよ。まあ今だから言える。今だから言えるね。はい、というわけで来ちゃいました、僕の道の駅。まあ道やないか。まあまあ、でもあなたもね、一応お金結構落としてるんで。いや、俺もういいよくない。この間13万使ったばっかなんですよ。まあちょっとね、水星がちょっとね。まあ一応迷惑かけてもいい店といってもなもんじゃないんで。ちょっと皆さんごめんなさいね。今急遽、今日は撮りましたんで。まあやりやすい。まあまあやりやすいね。一番安いの買って帰ろう。あ、もう欲しい。お、え、安くね。4万ですよ、これ定価超高いよね。定価も高いし。なんか、こういう仕様ですかね。いや、こういう仕様よ。もって言うの。切りっぱなしのデザインなんですよ。これありだわ。これあり。これ1個あり。ガチで。で、どれが視聴者プレゼント？は？なんで何個も買わなきゃいけない。俺の誕生日でしょ。俺の前にんじゃない。これ。この前欲しかった。せやな。もうすでに俺こいつに13万使って手に入れられてないから。これいくらですか？でも意外とね、安いんですよ。12,000。ああ、まあ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 。まあまあ結構妥当。ストックの方が安いけど、店で買うのが安いですよ。うん、ね。俺がケンジに支援したやつ高くない？これはあれですわ、もうピーです。あらやってんのおめえら。やってんの、ズブズブだなおい。やってんのズブズブだなおい。 AJ5 オフホワイト14万8千。お、94年生ありますよ。あ、しかも思ったより高くない。なんかこのショップ94年生なんかちらほら出てくるんですよね。すごい。でもそれはもうジョーダン・ブラファーっていうところ。さすが、名前にジョーダン入ってるだけのことありますね。これ結構安いんですよ、39%。ああ、ほんとだ。28センチ。いいですね。それキスマスですよね。キスマス、これだけ俺持ってないんだよ。あ、そうなの。そうそうそう。レベルもね、直感で。お？じゃねって使うんか。これだってしかも値段、あ、箱なしなんだ。箱なしってこれですか。はい、箱なし。ほんとだ、箱なしだ。しかも29か。入んなくない？あなた入るけど。入りますね。入るけど。どんだけ俺の足デカマンだろう。29はガバガバですよ。箱ないのがちょっとな。半額になったら全然ありですけど。半額。値段の交渉あり。もしかしたらできるかもしれない。だってあのクックだし、誕生日だし。いや、それクックだしっていうのはマイナスじゃないですか。いやいや、プラスっす。この店だと。あ、この店だとね。確かに。黒い店だとマイナスかもしれない。確かにね。黒に白の文字のプラス。なんだろうな。ちょっとパンチがない。そうですね。箱なしが多いな。どういう経路で入手してるの。
ちゃったんですよ。箱を捨てちゃうと売れないところって結構あるじゃないですか。うんうんうん、あ、そういうの。そこの流れ着いたところがここなんですよ。多分。比率がないですね、あの前回の。前回の比率が必要。あれはもう本当生か死かの。本当に生きるか死ぬかの戦いだったんで、俺も。懐かしいあれ。懐かしいわ。いや、あれから僕たち交流が深かった、ね。いや、本当そうですね。あ、初対面ですもんね。そう。ちょっとなんかこれいいんじゃないみたいなあります。この前さ、買えなかったさ、くじで当たらなかったやつ。あー、やっぱり85、やっぱそれじゃないかなと思う。いいじゃん。それか、やっぱそうか。俺はね、サイズが合えばだけど。合うよ。今7.5から合う。わ、なんかね、ちょっとやだね。ちょっと余裕なんだもん。いや、余裕ない、余裕ない、別に。いや、なんか、やっぱ視聴者がケンジ会とか言ったやん。こうなると面白くないんですよね。余裕のある人が買うと。確かに確かに。じゃあ、ちょっと、分かった分かった。だって、イーロンマスクがパチンコしてるところが面白い。全然面白くないね。ね、俺、なんで俺金ある手になってるんですか。いや、もうね、散々たまり場でね、カズム君に対して、おい、俺さ、めっちゃ金持ってるからさ、言ってねえぞ、言ってねえぞ、言ってねえぞ、ちゃんと持ってきてくんねえよ、言ってねえぞ、俺そんなこと。いや、俺金ないですよ、だってニートこれいきます。ちょっとケンジさんがもっとオラオラしてくれないと多分炎上しないっすよ。オラオラしない。なんでそんな優しい感じなんだ。ちょっと反省してない。実は結構気にしてんじゃない。やっからだよ。優しいよ、ね、優しくなってるよ、やっぱり。前回もめちゃめちゃ俺に買わせたもんな。前回も優しいっすよ。すごい高圧的な先輩で。これも裏で言ってますけど、無理してかまんくてええよと僕は言いましたよ。言ってた。本当に地獄みたいな空気になってましたから。まあでもやっぱこれだよな。誕生日だよ。一回だけだよ。誕生日なんて。ちなみにこれ安くなんないですか。なんない。何でした。24だよ。そうですね。壁に穴開けられないよ。いや、それ言わないでください。妹と喧嘩して壁に穴開けた話、秘密ですよ。よし、決めました。決めました。はい、これいきます。よし、よし、よし。あ、炎上した。あ、いや、炎上したよ、絶対。絶対お願いします。ありがとうございます。これね、はい、これ売れないんですよ。え、売れない。できるんですか。あ、そういうこと。これだからってことですか。え、どういうことですか、これ。売れないんです。売れない。え、仕込みですか。実はですね、はい、え、今回は皆さんからプレゼントがあります。は、うん、今回は、え、やばいやばいやばい。でも、ここにはない。お、たまり場に行きましょうか。何だったのじゃあ、一連の。え、俺すっごい嫌なやつになってない、もしかして。いや、もう前回までは炎上したけど、今回は性格の悪さで炎上する。絶対炎上すると思う。めっちゃ性格悪い感じになってる。え、買わなくていい。そうそう、誕生日に人に金を使わせる場合はどこにいるんですか。いや、そこにいるやん。どうしてんの、お前やん、それ。まあ、とりあえず、たまり場に。わかりました。行きましょう。了解です。あ、そっち側なんすね。そう。いやいや、何も信用できねえわ。誕生日、おめでとうございます。まずは、カズムくんたちからね、プレゼント。すごい盛大に。いいですか。いやいや、嬉しいですか。いや、嬉しい。あー、すみません。いきますかね。いいですか。はい、はい、はい、プロモちゃんに。おぉマジで。もう俺、時計つけないから。つけてないなと思ったから、やっぱ俺、ユーザーとして、iPhone 使ってるじゃん。うん、やっぱいい。持ってたらいいから。うん、あ、そうなんだ。そう、だからちょっと使ってほしいなと思って。嬉しい。あ、でもよかった、ほんとに。こう、ちゃんと使うやつ嬉しいわ。いや、なんかちょっとふざけたもの買おうかなって、思ってたんだけど。俺、それね、こう。いや、でももらって、やっぱ何が嬉しいかっていうところを考えて、やっぱこれかなって、ちゃんと嬉しいやつ。はい、だからお互い実用的なものをもらったから、やっぱちゃんとしたのをお返しよ。いやー、ほんとありがとう。午前中、あの、切れてごめんね。自分し忘れて切れてごめんね。ナイキのロゴが入ってる。あ、ナイキのロゴ入ってる。そうそう、入ってる。ちっちゃく。ちっちゃいよ、ちっちゃいけど。多分あとこれが多分バンド。はいはいはい。ドライブスポーティー。あ、よかった、よかった。いいじゃん。あ、いいです。時計がじゃあ、振動が来るから。あ、そうなんだ。
まあちょっとあとこれで設定してみて。おお、なんか仕事できそう。うん、いいじゃん。いい感じ。いや嬉しい。いいことあったわやっぱり。うん。役払いしてよかった。うん、よかった。いや本当にありがとう。いやよかった。これ一生大切にするわ。うん。言ったね。うん。使う使う。もう毎日使う。毎日つける動画で。生活で使って。うん。僕からも。はい。いやまケンジさんもあるんですか。嬉しい。ケンジさんって何のあれもしてないの。T シャツ買ってくれたんだよ。そんなん。T シャツ買わなかったの。お金のプレゼントでもお前持ってるかもしれないかな。うん、怖い怖い。何だと思います？スニーカーっぽい、このでかいから。本当かな。俺持ってるかもしれない。あ、ベアメイク。じゃあプレゼントします。はい、こちらです。おう、ガチ、え、マジっすか。うわ、え、マジです、マジ。え、待って、これガチで嬉しい。持ってないです、僕。ダメだわ、さっきのアップルウォッチの手につけない。いやいや、待って待って、どっちもですけど。えぇ、ー、これプレゼントね。あれですよ。くれんの。あります。いいんですか。いいっすよ。いや、マジで嬉しい。サイズいくつですか、7.5。7.5、全然履けます。993、うわ、マジでいいんすか。いいっすよ。いや、ありがとうございます。いいっすよ。いや、これマジで嬉しいわ。マジで。うわ、ガチで嬉しい。マジでありがとうございます。一番好きなんだよ。違う、全然どっちも。やばい、嬉しい。競合他社なんか分かってるわ。本当にドンピシャで欲しいのが来た。あ、本当ですか。両方とも。あ、よかったです。え、マジでありがとうございます。ありがとうございます。まあ、もしよろしければね、翔さんね、私14回やったんですね。僕のインスタグラムで Amazon ギフトカードとか送ってくれた人がいるんですけど。あ、笑ってるのに。なんかそれ P で、それ P の炎上しちゃうから、まあ、正直みたいな話した。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。素敵な、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、これはマジで、いや、どっちもマジで嬉しい。ドッキリなの。なんか、いや、ほっこり、ほっこりで、これでサプライズやん。これサプライズ。やっぱ去年の俺たちは間違ってなかった。今年は間違えたかもしれないですけど、まあね、誕生日なんでね。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。こんな感じで終わりたいなと思います。じゃあね、バイバイ。